昼間は参りましたよ。変な人たちにいっぱい囲まれて、せっかくのお散歩が台無し。もうでも一人だけ美人のお姉さんが僕の CD を持ってサインを求めてきてくれたんで、僕幸せ。気を使ってリュウちゃんの日本語で話しかけてくれましたしね。やっぱり素敵な人は心優しいのね。僕みたい。こんにちは、僕キョンソです。それにしてもあのお姉さんの髪の毛の色は赤みがかったブロンドヘアで綺麗だったのね。ああいうのもストロベリーブロンドっていうのかしら。あ、こんなこと言ってたらイチゴをお味見したくなっちゃいましたよ。イチゴ、イチゴ。フォロワーが25万人に増えてる。フォロワーの増え方が尋常じゃなくなってますよ。やだな、もう。いちごをお味見したい。なう。わかる？と。え？フォロワー25万人突破。なう。わかる？うん。あれは UFO？ 今、UFO が見えた。な、no. うん。確か、イチゴは冷蔵庫の中にあったはずですよ。ありましたよ。冷蔵庫にイチゴ発見。な、no. わかる？そしんと。あれね、これはもしかして。今日セントラルパークで教祖さんにサインをいただきました。プロフィールの写真はと。うわー、やっぱりストロベリーブロンドのお姉さんだ。僕も早速フォローしますよ。フォローと。ベロニカさんの公式アカウントしかフォローしてなかったけれど、記念すべき2人目はストロベリーブロンドのあなただ。もうやだな。フォローっと。